はい。あ、あれ何これ。ちょっと説明するわ。すごいよ。恐怖のゲームみたいな感じですね。何これ。まあね、ちょっと新生活もう多分始まって、新生活習慣やから新生活も始まって、皆さんやっぱり。こう初めてのお友達とかも増えると思うんだけど、その時になんかこれを使って、遊んでもらったりとかしたら余計なんかこう交流深まるんじゃないかなっていうのでちょっと提案してみたい。新生活グッズとしてこれはダイアンは、何提案してみたいと思ってます。提案どういうこと。こちらスティックスタックというちょっと教えてほしいってゲームなんです。どうすそういうゲーム、次俺次俺これで、やっていくって全然面白くないこれね、このスティックが何何何、めっちゃ面白そう。さらしてさらして、まだまださちょっと離れてでこれをね、どうすんの。例えば、まあ引いていく、引いてっておのおのやっていくんやけど、これ色を合わせないとダメなの。でこれを例えば黄色とオレンジや、白と赤やとしたら、白と赤、白と赤ね。だとしたら、かけるわけ。こう置くと。なこれが例えば白とこれ何？エメラルドグリーンっていうか。やとしたら例えばこうとかやっていく。倒れてもんや。倒れたらダメ。なるなる。落としたらダメ。チョップスティックなんて言うんだっけ？スティックボーイ。スティックスタック。やってみる。でね、これね、長さ違うんだ、ちょっと。色の色があるね。やってみようか。ほんで、これ例えば。短い短い短い。これでね、もういっぱいになってきたやつじゃん。ほら、こことこことかやったら、例えばこうとかでもいける。なるほど。色を合わせる。なるほど。それがスティックスタック。オッケーオッケー。やってみる。ちょっと。やろうぜ。これをちょっと俺、ちょっとやるから、見といて。これを引いていくのはどうやるんでしたっけ。まあ、じゃんけんかなんかに決めていただいて、交互に中を見ないように引いて、あ、こっから引いてもすぐやる、はい、最初は最初はじゃんけん。あ、ちゃうじゃ俺か、それな、中見んなよ。見えへんよ。お前はなんかカンニングとかの癖やん。めっちゃ入ってるやん。めっちゃ入ってる。うわ、難しい。俺な、思い切ってこういくぞこうやらしてくれや。次何さ。俺ほんなこれでいこう。おい、白すげえ。こんなんのどうすんねん。こうかな。オッケーオッケー。じゃあもう一回刺したらもう止めとこうや。じゃあね、ちゃんと引っかかった方がいいと思って。はい。いや緊張するな。ほんで落とすやん、落ちたらその落ちたスティックは自分のところに置いていく。なるほどなるほど、うん、多かったら負けや。そうそうそう。オッケーオッケー。下がこんなんなってる。そうやね。やば、下がね、バネみたいになってぐるぐるなるよね。あ、出た。あ、どうしようかな。まあ、まだいけるやろ。全然いける。で、なんか。おい、結構もう。あ、もう結構ぐらつく。これでこっち側サイド来たらやばいぜ。やばいぜ。OK 。え、OK、OK。こうしよう。まあ、最初はバランスでいくわ。うわ、めっちゃ狭い。ああ、こっち行った。んなら。こう行こうかな。おお、なるほどな。おーい、引いたら一応こう真ん中に置くことにしようか。自分の方にずっとベイビーしてるけどさ、なんか今見事なバランス感覚。おぉ、そうやな。おいし、あれやな、その大きい。おぉ、あ、むずいの来たな。それ多分むずいで。こうでもいけるね。そういうことやな。でもそれまだ乗らへんと思う。でもこの辺でしょうか。おい、ちょっと揺れてっぞ。揺れ出してる。全部乗ったら勝ちやな俺らの。そのこう協力じゃない。あ、そう、対戦。ちょっと待ってよ。ええー、早いって。これでいこう。でもいいわけやろこれで。ええよ。
実は早山なんも俺生まれて初めてやんこれが正解なかどうか分からない早いって言われてもさ正解かどうか分からへんそれやばいんじゃんもうそこ最初それも動かしたかんでうわおいこっちサイド欲しいなそうやな緑これ緑来たらつうわやべオッケーオッケーうわむずおいそれやばいででもここはもうこれが邪魔やからもうここしかないよねそうそうやおい結構斜めってるよこれこれだいぶやばいでうわやばこれやばないこれだからこれとかもうなんかもうちょっと邪魔になってきてるやんこれでよきほらあおもろいなこれ出た出たそうですかちょっと来たなでもやっぱこうかないける結構斜めってるわ俺行くでなこっちや なこれ A の来たわまだおわすげえ下見てやばいでこれちょっとえ白赤やこれはでもうわこれやばどうすんねんあめっちゃすごいすごいすごいデキビートみたいここに行こう俺まあそっちやろな下の角度見なあかんわこれおいこれ絶対さ一回そこやったらそこに入れるっていうことなあぶどうせアップいけたでうーっそあ、こっち行こうこうしようほら、これでもいいわけやろいいやろ OK やろこれ OK ねくそなんでクソやいや、なんでクソやクソ言うなやそれだから対戦やねんってお前なんかずっと協力の感じに出してるけど対戦やからな全部乗せようよ、二人でこれこっから苦しいでっいやっぱどっち側に傾いてるかってみたいね向こう側にちょっと行ってるから道下見たら分かるやつこっちでちょっと行きたいねでもこれがやっぱ邪魔してんのよ全然俺の席お戻ったもうやるなちゃんと見ろよ角度微妙ななまだこっちに行けると思うまだこっちやと思うまだやばでもこれちょっと戻ってきてない正面にまっすぐにさっきよりなってるバランスにもすっごいぞえ、なにこれどうなんねんどうするお前なるほどでもまだこっちやで何やねんそれそれでてダサいってあそのスピードスケートのスタートみたいなここかなそうマジでこわっ A の声反対側来いわちょっと待ってちゃんとでも、もっとかがまんと角度分からへん。もっとケツ出して。もっとケツ出して。もっとケツ出して。これやばいな。これもうやばいぞ。お前入れたやん。いやいや、違う。いや、お前が言い出したルールやぞ。入れたら、なしって。いやこんなこんな崩れ落ちるめっちゃおもろいやこれやっぱりもうあずっとは無理やなこれええな難しい楽しいぜひみんなやってほしいなこれ
と俺の方がやっぱ拾ってる大丈夫もうない、ね、いやお前が落としていやおもろかったな楽しかったなやめようとして次さ3本ずつ引っ張ってさ、うん、一気にやらしやらへん3本3本ずつ連続でああそうそうはい終わろうとしてるよお前この3本ずつの方が8本ずつ、ね、いや3本ずつの方がなんかハラハラするし盛り上がるからそれやろうやじゃないやんそっちの方が早終わるから出てそんなわけないどうやったら早終わるかでも俺あと5時間だよほんで妻で妻で3本どうやったら早終わるかでも一応ゲームはやっといた方がええってそれで提案してきてるやん俺あと8時間やるからこれ10分できるペッパルいくぞ兄さん3本でいこう3本でいこう3本でいこう最初はグッド俺から行くわ、うん、3本な、うん、これ特別ルールやってますおやば、うん、うわ確かにでもお前が全然途中でここ乗せてたやん、うん、あれがやっぱ効いてきてるな、ね、後半あれはちょっとやっぱり作戦として確かに、まあ、モルバの刃やけど、うん後半に効いてくるなボディーブローみたいなそうそうそううわ井上直也のボディブロー並みにいやそんなええもんちゃう片岡鶴太郎さんのボディブロー井上直也ほどじゃないけどでもすごいよって見たことないもんボクシングやってやって片岡鶴太郎さんの今のやって聞かへんとやってやって今の今の鶴太郎さんやって絶対嫌いあんな細い細いからヨガやってやってこれでも早期決着俺だいぶ勝負かけさせてもらうでマジでお前それ勝負かけようとしてるのか早終わろうとしてるいや勝負かけてる決まってるやないかそんなもん早終わろうとさせてんおほらでもかっこいいそうかどうかかっこいいこれ白ってなかなか難しいぞそうやなうまいなしギリギリ出ろオレンジしかオッケーやばめっちゃ効いてきたやんボディブローまず赤結構グラグラいってんぞいってんなでもあんまり怖いかこの辺にで次に勝負真ん中ぐらいやからここやな。あ、なるほどな。ここでいい。おい。うわ、嫌な引いてもうだ。こういうことでもいいんだな。色さえ合ってるだったら。でもそれも止まらへんで。これでいい。いいや。止まってるよ。合ってるやろこれ。まあ、合ってるけどな。合ってるよって言えき。まあ合ってるけど。いや、これいいやき。これでいい。お前雑にすんな。いや、雑にしてへん。これでいいやろ。合ってるけど。合ってるやったらいいやん。合ってるやったらその言い方すんなよ。俺全部これでいい。お前そのなんか早終わらそうとしてる感じが。違うね。勝負かけてんねん、俺なりの。出てんねん。布石打ってんねん、将棋と一緒や。何やこいつ。俺だっていいやん。うわぁ。俺これ聞いてるやろ。入れるとこもなくしてんねん、俺。これ。わかる。まあでもこうなってるからな。あれ出た。先。おい置くのもほんまそーっと置かなあかんわこれクリアしたらだいぶお前得やぞほんでラッキーえ出たあ出た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 これの意味がこれだけの意味が分からないうわちょっとこれはこれやばいんちゃうおいこれやばいやばいなうわしくった俺そやろ置き方間違うだオレンジオンリーやでどうすんねんこっちに来てるから横にも置かれへんこっちもやばいしこれも買った俺もうこれも手離してもいいわオレンジやでもうオレンジしかあかんねん折れた青くな折れた青くな見てる俺見てるでも白があるから俺ここに立たそうかな無理やろここにこう立たそうちょっとの違いがかかって俺言うからなめちゃくちゃ触ってるよオッケー白オレンジあー白は関係ないけどないやここ白オレンジ
白も一応合わさなかった、はい、ほらえ、嘘そうっす白関係ない別に。やっぱ冷静さ、うん、そしてその大胆さ先を読む。落ち着いていけ、絶対いける、これ OK な、完全 OK。 でもここがでもどこの色にもかかってんの、見てくれや、かかってくれ、持てるけど持てるって言うなって、もう持てんねんって、それルール的には問題ないけど、いやほんで言わんとってくれや、それあ、もう風吹いただけでも揺れてるら、風吹いてるだけで揺れてるら、長渕かこれいっちゃうぜ俺、うわだろ、でも一本だけ、一本だけ、一本だけ、一本だけ落ちただけにさ、いけるいけるいける、挟んでもいいんですか、別に触れてりゃ乗せなくても、はい、なるほど、一本だけ落ちただけ、一本落ちたな、それはだからお前もう俺ほんで次4本乗せなあかんわけよ俺っていうふうにルールしよう、これルールしよう、あーなるほど、うん、全部これ無理やろ、もうちょっとでも早終わらそうもうこれ無理やろ、いやいけるいけるいける、こっち側に絶対こっち側に行ってるから、うわもう絶対無理やわ、それ分からへんやんけ、もう誰やねこんな考えたそんなしんどいことやってへんやろおい、もう一本いけんじゃんこれ、そうやね、まだそっちやもん、もう一本いける、もう一本いける、マジか、もうすごいやんけ、もうどうしたんやね、いやね、お前わがままみたいに、わがままの子みたいにあんなや、もうできたって言ってるやん、まっすぐなってるやん、ほんとやば、これ 4本いけんのか、お前いやいや、見せて、お前が言い出してるから、 やってみせるよ、俺は、俺は見せるよ、これはやってみせる、やって、おたけびあげる、ほら、言うて、言うたね、これもここやわ、完全、おいおいくそ、終わらさんかったわざと俺はそんなだけはせえへん、わざと終わらさんかった、俺こんなだけはせえへん、マジでわざと、もう時間かなと思ってわざと終わらして、しかも俺の方に全部落として、俺にひらお前は一歩も拾わんとこ、片付けもせえへん、片付けせんと終わらす、乗せる場所、あそこやと思って、ここ乗せんか、天才すぎ、天才ハッカーみたい、ほらな、ねえこいつ、こいつなんやねん、あいつ片付けもしょうらんやろ、ほんで全部はよなんや、腹立つで、で面白かった、ちょっと待ってやろう、登録者数が100万人いきますように、よっしゃー。